未体験超立体忍びアクション任天堂 3DS ナルト参上。任天堂 3DS だからできた未体験の疾走感、壮大な忍界を舞台にナルトが縦横無尽に飛ぶ、走る、君に迫る。ナルト疾風伝忍び立体絵巻最強忍界決戦。忍界最強の五影とその部下たちがナルトの前に敵として立ちはだかる。五影たちの行動に疑問を持ったナルトは真相を解き明かすために忍界獣を奔走する。そして事件の鍵を握る謎の女性マリス、彼女の悲しき運命が忍界を揺るがす未曾有の大事件を引き起こす。そして万華鏡シャリンガン、サスケも物語に登場。許さない、まるで俺を倒せるみたいな言い方だな。冒険の舞台となる壮大な忍界をナルトが駆け巡る。任天堂 3DS ならではの立体視で奥行きのある臨場感抜群のフィールド、爽快に戦え。ステージ中では様々なイベントが発生、ジャイロ機能を使ってピンチをくぐり抜けよう。よっしゃ。ミスをするとああ戦闘では仲間がナルトをサポート、攻撃、補助、ルート開拓など様々な忍術を発動。サポートキャラクターによって使用可能になるまでの時間に違いがあるぞ。バランスの良いキャラ選択で戦いを有利に進めよう。くらえ、僕に任せてください。ステージ中の巻物をゲットしてナルトを自分好みに強化しよう。巻物強化で難所を切り抜けろ。そして超ド迫力の奥義演出、行くぜみんな。おっ、やっちゃおら、よっしゃ。 3D 立体視で忍術が君に路線連弾迫る。動くなで自然と一体化しナルトが変化、仙人モードで勝負をかけろ。さらに仙人モードで奥義を発動、いけー、行くってばよ。先方螺旋手裏剣。切り刻め。ナルトの行く先には五影以外にもそれぞれの里の実力者が立ちはだかる。当たると痛いよ。敵の動きを見切って攻撃を叩き込め。怖いのにもったいないよ。圧巻の超巨大ボスも登場、全能力を駆使して敵を迎え撃て。自分が強いとでも言いたいのか。ボス戦のクライマックスではジャイロセンサーを用いた戦闘に突入。打ち負けるな。当たると痛いぞ。忍界を震撼させる全く新しい戦いが今ぶっ飛ばしてやるってばよ。始まる。負けてらんねえ。超疾走未体験実体忍びアクション体感しろ。ナルト疾風伝忍び立体絵巻最強忍界決戦。宝トミー。